どうもこんにちは、新ダイアリーメンバーのバラマツです。今日はですね、内定ゼロ座談会だったんですが、お二人ともなんと内定を取られたということで、先日ご報告をいただきましておめでとうございます。ということで、内定ゼロ座談会のはずが急遽内定1座談会ということで、祝賀会をしようかなと思っております。簡単に自己紹介いただけたらと思います。東京女子大学4年の金子理沙と申します。よろしくお願いいたします。筑波大学の大学院修士2年生の生駒博明と申します。よろしくお願いいたします。実際どういった業界から内定もらったんですか？私は人材業界から内定をいただきました。実際その企業は結構気になってて、あ、ここから欲しいなって思ってました。はい、そうですね。ってことは就活自体ももうこれで終了になるんですか？そうですね、一応、そっちの方面を主に考えてます。いや、お疲れ様です。ちなみに生駒さんはどんな企業に内定されたんですか？はい、私も業界としては人材の領域になります。はい、同じ企業説ありますか？実際どこの企業に合格されたのか差し支えなければ伺ってもいいですか？皆さん、私実は今更なんですけど、はい、今日も一つ内定いただいていて、会社名でいくと先日いただいたのがで、今日はいただいたので就活にしようかなっていう風に考えちょっと改めました。しかも結構誰もが聞いたことがある名前の企業さんですね。そうですね。生駒さんは被ってました？いや、自分は被ってなかったです。この企業さんに内定されたんですか？自分はというところに、はい、内定をいただきました。もうそこに就職したいっていう感じですか？それともこれからもうちょっと就活続けられるんですか？自分はそこを受けてる途中でこういいなっていうような企業さんにこう出会ったりしたので、もうちょっと就職活動を続けようかなというふうに考えています。ありがとうございます。多分視聴者さんもうわどこの企業ってめっちゃ気になってると思うんですけど、ということでありがとうございます。じゃあ、なんか実際今6月で、6月の内定率が、諸説あると思うんですけど、7割ぐらいっていうふうに書いてあって、もう半分この時期で超えてるんだなっていうのをびっくりしたんですけど、皆さんその6月の時点で、内定がない状態の時って結構焦りとかありました？ありました。どんな中気持ちでした？ね、なんか私の場合は、それまでは、自分のペースでやればいいかっていうふうに考えていたのですが、なんかやっぱり周りがどんどん内定をもらってるみたいな声がどんどん聞こえてきたので、こうモチベーションが一回ガクンと下がって、もう一回やりたくないなっていう風に思ってしまった時がありました。生駒さんはその不安ありましたっていう質問に対して一切首を縦に振ってなかったんですけど、はい、すごい、どうでしたか？こう自分が就職活動を本格的にスタートさせたのが割とこう遅めだったので、まだ、なくて当然といえば当然なのかなっていう風に思っていて、そんここまでの焦りを感じていたっていうわけではないっていうのが自分の考えっていうところにはなりますね。そもそものスタートが遅れたことに対する焦りとかはあったんですか？その始めた期間をもうちょっと結構早くしとけばもっと楽だったなっていうのはやっぱ実感値としてはあるんですけどとはいえ、その自分が始めたタイミングっていうところについて何か特別になんか後悔してるとかはそこまでないかなというふうには思っていますね。鋼のメンタルですよね、完全に。どうやったらそういう状態になれるんですかね。極力自分にいらないなっていう思うような情報は入れないとか、なんかそういうこう風には、一応 してはいたかなというふうには思いますね。お二人もなんか就活中に他の人の情報とか本当に正しいか分からない情報が入ってこないように工夫されてたこととかありますか？入ってこないように工夫していたかっていったところではちょっと何とも言えないんですけど、こう毎日目標を決めて自分の軸をなんかぶらさないようにしようみたいなのはしてたかなって思います。目標とか軸ってどういうものを掲げてたんですか？毎日こうイエスを出す、面接練習するみたいなところのちっちゃいタスクみたいなのをたくさん作って、そのコツコツやることで、こう例えば周りからのこう何か入ってきちゃったとしても、こう自分がやるっていうことは決めてるので流されずにやることが進めていたかなっていうふうに思います。
生駒さんは自分をこう焦らせたり比較しないようにするために意識してたこととかありますか？自分を焦らせないようにっていう意味ではやっぱり受ける企業の数を、まあ、できるだけ増やすことは意識をしていたかなというふうに思います。こう事前の準備がなかなかできない状況だったので、こうできるだけ受けることのできる企業を増やして面接に臨んで、こう場数を踏むだったりとか、何かやることがこう開かないようにというか、なんかそういうところは意識をしてやっているかなというふうに思います。ある程度場数を踏むとか、本当に合う企業と出会うためにたくさん増やすっていうのは確かに正しいなって思いました。ということで次の質問なんですが、内定をもらうまでで、例えば第一志望群に内定もらえなかったらとか、あとはその最後まで卒業するまで内定もらえなかったらみたいなことで不安みたいなのってありました？私は正直あまりなかったっていうのがありまして、やっぱり内定は欲しいっていう風に焦った時期はあったんですけれども、まあその就活が全てではないなっていう風に社会人の方とお話しする中でこう俯瞰して物事を考えることができたっていうのが、まあ、その考えに至ったのかなっていう風に思っています。じゃあもしなんか別に就活で結果が出なかったとしても、こういう道もいいかなっていうのを考えてたんですか？うん、そうですね。なんか私自身こう心理学専攻してて普通に面白いなっていうふうに思ってたので、もっと学びを深めたりっていう選択肢もあるかなっていうふうに思ってました。確かに。生駒さんはどうでしたか？はい、自分もあの金子さんと同じで、そこまでこうそこに対する不安っていうのはないかなというふうに思ってました。なんかもしそういうギリギリとかまで内定をもらえなかったらもらえなかったで、他の選択肢とかなんとかこううまく生きていけるかなって思ったので、そういう意味ではあまりこう第一志望に内定もらえなかったらどうしようみたいなところはそこまではなかったかなと思います。じゃあ実際こう行きたい企業にの選考に落ちましたって言った時に、どうやって悔しい悲しいの気持ちをあの回復されたのかを伺いたいです。なんかでこう見たのが運もあるみたいなのが書いてあって、たくさんいろんな方が面接をしてくださると思うんですけど、まあ、当たる方って誰かわからなくて、まあ、合わないっていうのはあると思うので、まあ、確かに運も一つかなと思ってこう割り切って次に進んだりとか、まあ、他の企業を見て興味のあるところに応募することでモチベーションはキープしてたかなと思います。確かに自分でコントロールできないからしょうがないと思うのが大事ですよね。そうですね。生駒さんはどうですか？自分はお祈りされた企業に対してちょっと何クソって思って次に向かっていくみたいな形で、もうなんか自分にこう悪いところがあったのかなみたいなところは振り返りはした上で、まあでももうご縁がなかったので次に行こうっていう形でこう切り替えていました。続いて、実際こう就活を始めてからどれぐらいエントリーされて、どれぐらいが通過されたのかって覚えてますか？本選考とかで行くと20社以上は多分応募していて、まあ、その中で最終的にいただいたのが2社ほどぐらいですね。じゃあ割合としては10社に1社ぐらいの割合ですね。はい。おお、生駒さんはどうですか？でも自分も同じぐらいですかね。10から15社ぐらいを選考望んで、今1社相手をもらっているっていうような状況ですね。お二人ともなんか今振り返った時にもっとこう自分に合いそうな企業を絞れたかなと思うか、それぐらいの企業を受けたからその今内定もらった会社と出会えたんだと思われるか、いかがですか？インターンの時は結構広く業界を見ていたっていうのがあって、で本選考はあの割と人材をメインに見つつという感じだったので、広く見て後にちゃんと自分で行きたいところを業界をある程度絞ってたりはしてたので、そこは良かったなっていうふうに思ってます。結構うまくできたかなっていう感じなんですね。そうですね、だと思います。生駒さんはいかがですか？始めたのが遅かったっていうところで言うと、そのある程度のその数を選考を受けて面接をしてっていうところの経験を積んだからこそ、今のところから一つ内定をいただくことができたっていうところにはつながってるのかなというふうに思っています。よくなんかネットとかでなんかやみこもに受けるなとか書いてありますけど、まあ、戦略的にたくさん受けるのは大事ですよね。場数とか企業によって全然選考スタイル違うのかとかを見るみたいな意味合いでも、で受けないとなれないですしね、面接とかは。確かに、うん、
今こう24卒でこれから就活を始める子に対して早期の時期でこういうことをやっておけばより良かったかなって思うこと、まあ、振り返ってみてあったらアドバイス的にいただけたらなと思うんですけど、いかがですか？なんか場数を踏む、とにかくなんか興味があったら行動した方がいいかなっていうふうに思ってて、私は結構最初の方頭でこう自己分析とかの沼にはまってしまったこととかもあって、もっと行動したりとか、あとは実際に自分の考えていることを社会人の方に聞いてもらったりする機会をたくさん取った方がより自分の頭も整理されたのかなっていうふうに後半気づいたので、行動して学んでみるみたいな姿勢の方がいいのかなっていうふうに思いました。確かに座学よりも人と話してそこで、うん、こういうところがあるんだねみたいなフィードバックもらうとかの方がいいのかなと、私もそこはすごく、うん、賛成です。ありがとうございます。ありがとうございます。駒さんはどうですか？やっぱりこういろんな体験だったり経験をたくさんするっていうことは大事なのかなっていうふうに思っていて、こうそういうところから学べる気づきとかっていうのが、そう本当にこう将来の自分の仕事の何か一つのきっかけにつながったりとかはするのかなっていうふうに思ってるので、やっぱりこう就職活動になったらやっぱりその面接とかエントリーシートとかそういうものになんか追われがちだと思うんですけど、なんだ本当に自分は何をしたいのかなだったりとか、どういうものが好きなのかなっていうところをなんか考えることはやめないで、そこも考えながら就職活動を進めていくことができたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。ちなみになんかお二人とも行動っていうのがキーワードで出てきたんですけど、具体的に何したらいいんですか？私自身は結構その社会人の方とお話をさせていただく機会を取ったことで、なんかすごく視野も広がったりとか、やっぱり物事の見方が学生の目線とは違うなっていう風に感じたので、抹茶とかで結構お話をさせていただいたりですとか、あとは面接の練習に付き合っていただいたりしてました。いや私抹茶はでとりあえず行動しようと思っていろいろアポイント取ったんですけど、はい、何質問したらいいか分からなくて、なんか雑談で終わっちゃったりとかしてうわーどうしようって思ったんですけど、うん、どうやって自分の深掘りをしてもらったりとか、どんな文章でアポイントメントを取るんですか？その時々によって変わってくるんですけど、本当に自分のこうやりたいことが分かりませんとか、最初の方は本当に私も結構もうとりあえずみたいなところがあって、話聞いて終わっちゃったりみたいなところもあったんですけど、なんかでもこういう考えの人もいるんだみたいな感じで、何かしら得るものはあるのかなっていうふうに思ってたりとか、あとは後半になってくるとやっぱりイエス見てもらったりとか、模擬面接してくださいみたいなところはお願いして、人事の目線で評価お願いしますとかっていったところでやってました。だから就活に限らず今自分のやりたいことを探したいからお手伝いしてくださいみたいな時間、はい、普通に就活対策としてお願いしたりとか、はい、っていう意味の行動をするってことですね。はい、じゃあ駒さんいかがですか？行動っていうところで言うと、長期のこうインターンシップを始めてみるとかも全然いいと思いますし、こう今はコロナとかも割とついてきてるから、それこそ留学興味があるんだったらそこを行ってみるとか、何でもいいと思うんですよね。なんか自分のなんか時間をこれにかけてみたいなだったりとか、ちょっと面白そうぐらいの軽い気持ちでも全然僕はいいのかなって思っていて、そういうものにやってみて、そういう中でいろいろな経験とか体験とかをするのがいいのかなというふうに自分は思います。就活イコールなんかやらなければいけないと思ってるけど、本当にやりたいことあるならやりたいこと絶対優先すべきですもんね。今まだその就活をしている同期ですとか、これから就活を始める学生さん、どちらでもいいんですけど、お話ししやすい方に向けてメッセージをお願いします。今思うと就活の時期ってたくさんの企業さんに出会えたりですとか、いろんな方とお話しできる機会とか、あとは自分自身すごく自分に対して向き合える時間で良かったなって思います。やってる時はやっぱりすごく辛いし、落ちちゃった時とかもあもうやばいっていう風に思っちゃったりするんですけど、後から振り返ってみて、あ頑張って良かったっていう風に思えるような形だったら、どんなに時間かかったり苦労しても報われるのかなっていう風に思います。最後まで頑張ってください。ありがとうございます。なんかファーストキャリアっ
ていうのはすごく大事だよってこう言われると思うし、まあ、自分も大事だなと思うんですけど、でもあまりそこをこうなんか思ってなかなか内定出てなくて辛いとか苦しいとかなってる人もいると思うんですけど、でもなんか今の時代やっぱりこう転職とかもこう普通に行われるような状況だったりもするので、そこまであまり重く捉えすぎずに自分の中で楽しいと思えるような形で就職活動を進めて終えられるようになるのが一番いいのかなっていうふうに思うので、あんまりこう肩肘を張りすぎずにできるだけゆとりを持ってこう楽しく就職活動をしていくことができれば、こう皆さんもいい形で就職活動終われるんじゃないかなって思うので、そういうふうな形で頑張っていければいいと思います。はい、ということで今ここまで動画を見てくださった皆さん本当にありがとうございます。今就活終えた方もこれから就活する方も多分いろいろ人生について悩んだり考えたりするポイントはこれからも続くと思うので、お互いになんか人生できるだけ楽しいなと思える時間が多くなるように前向きに生きていきましょう。金子さん、生駒さん、内定おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。